エイブラハム・バンヘルシングは、ブラム・ストーカーの小説、ドラキュラの登場人物。吸血鬼ハンターの代名詞的存在として広く認識されている。原作小説での設定は、アムステルダム大学の名誉教授で、滑覆の良い60歳の老学者。専門は、精神医学で、その他にも広い知識を持つ、大博士だが、特に吸血鬼研究を専門としてはいない。 教え子である、セワード医師の依頼により、セワード、ハーカー、ホルムウッド、モリスら、ドラキュラと戦う、若い主要人物たちを補佐する役回りである。後年の諸作品のように、単独で、ドラキュラと対決するシーンは存在しない。セワードの相談を受けて、ロンドンを訪れた、ヘルシングは、ルーシー・ウェイステンラが吸血鬼に狙われていることを看破し、まず彼女の寝室を、 ニンニクの花で埋め尽くすことで、ドラキュラの行動を妨害した。しかし関係者を混乱させないよう吸血鬼について説明しなかったことがわざいし、ケニが花の匂いを嫌って片付けてしまったことで、ルーシーは死亡する。ヘルシングは、吸血鬼について説明を行い、吸血鬼として蘇った彼女を、セワード、ホルムウッド、モリスに指示を出して滅ぼさせる。ついで、 ハーカーとレンフィールドの協力を得て、ドラキュラの動向を探ったヘルシングは、ドラキュラがロンドンに持ち込んだ棺を一つだけ残して、処分するよう指示を出す。最後の棺が設置された屋敷で、ドラキュラを待ち伏せたヘルシングは、十字架を突きつけることで、ドラキュラを退散させた。トランシルバニアへと逃亡するドラキュラを追撃する、ヘルシングは進路を予想して先回りする作戦を立てて、 ドラキュラの配下と激しく争う。そして、モリスが戦死するも、馬車からドラキュラの棺を引きずり下ろすことに成功した一行は、ドラキュラの心臓に悔いを打ち、首を切り落として滅ぼした。その後、ヘルシングが、ハーカー夫妻の息子が、モリスの名前を取って、キンシーと名付けられたことを語るシーンで、物語は幕を下ろす。1920年代に、イギリスで、 ロングランヒットを記録した舞台化においては劇団主催者で看板俳優であり自ら脚本を執筆したハミルトンディーンがドラキュラではなくヘルシングを演じた。これを先駆けとして舞台や映画化では直接ドラキュラと戦う原作と比べてもより重要なポジションを占める場合が多くなった。1931年の初の公式な映画作品である魔人 ドラキュラではブロードウェイ版の舞台でヘルシングを演じたエドワード・バンスローンが配役された。原作同様の老教授ではあったが直接ドラキュラと渡り合う役柄で存在感が大きく後継作の女ドラキュラで再び演じている。1958年の映画吸血鬼ドラキュラでは前年にフランケンシュタインの逆襲で主役の フランケンシュタイン男爵を演じて怪奇スターとなっていたピーター・カッシングがドラキュラと対峙し格闘シーンもある完全な主役としてヘルシングを演じた原作とは違う40代で創信シャーロック・ホームズを思わせるクールで俊敏なヘルシングであったカッシングはこの映画の大ヒットより新しく魅力的なヘルシング像を創造した俳優として支持され 当たり役として1974年のドラゴン VS7 人の吸血鬼まで5度演じた。これにより、ヘルシングには吸血鬼研究の権威、吸血鬼ハンターの代名詞的存在としてのイメージが定着した。以降、映画ではローレンス・オリビエ、ハーバート・ロムラ大物俳優がそれぞれの個性を生かしたヘルシングを演じている。1992年の ドラキュラでは羊たちの沈黙のハンニバルレクター博士役で知られるアンソニー・ホープキンスが演じた。2004年にはヘルシングをモンスターハンターとしてタイトルロールとしたアメリカ映画バン・ヘルシングが制作された。ヘルシング役はヒュージャックマンであった。2016年からサイファイで放送され、アメリカ以外ではネットフリックスで配信されているドラマシリーズファン・ヘルシングでは 近未来を舞台にヘルシングの子孫の女性、バネッサ・ヴァン・ヘルシングが登場する。2020年に公開されたネットフリックスと BBC1 合作のドラマシリーズ、ドラキュラ伯爵では、ヘルシングを修道所として登場させ、名前もアガサ・ヴァン・ヘルシングと変更されている。アガサ及びその21世紀の子孫の科学者増イがドラキュラと戦う。小説、吸血鬼。 ドラキュラの中では良心的な人物として描かれているが、それをモチーフとした映画や派生作品では、ドラキュラ抹殺に異常なまでの闘志を燃やすように描かれることが多い。作者ブラムストーカー本人と面識があった、ハンガリーの旅行者、大学教授、東洋学者のバーンベリー・アールミンがモデルとされる。ありがとうございます。